でも俺強いは卒業しました。うまいにいった。はい、でこれだけで、うん、シーズンの楽しさって全然変わります。いや分かるよ、すごい分かる。それは Welcome to Siege TV。 さあ始まりました Siege TV。 この番組は UBI ソフトクレイジーパピヨンプレゼンツ、初心者から上級者まで楽しめる Siege 情報攻略動画コンテンツです。それでは今回のゲストの発表です。 Siege 大阪所属チビス選手に来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回のテーマはこれやめて、はい、ランクで勝てなくなる NG 行動5000攻撃編ということで、チビス選手に来ていただいたわけですが、まあ、チビス選手といえば、まあ、僕の中では、まあ、ランク最強の男というか、まあ、ランクマッチといえばチビスさんでしょみたいな、まあ、ランクマッチ初めてチビスさんを発掘した時もランクだったような気がするので、多分一緒にプレイした気がするんですよね、ランクを。確かにそんな気がしますね。はい、もうだからそれぐらいやっぱランク重さでですね今ももちろんチャンピオンで、はい、あ、ちなみに今の勝率と KD はいくつぐらいなんでしょうか、チビス選手の。今勝率 87% KD 2.0 っすね。じゃチャンピオン対で勝率 87% KD 2.0 の、まあ、もうちょっと強すぎる男チビスさんのランクで、まあ、これやったら勝てるよの逆ですよね。これがじゃあちょっと勝てなくなるので、こういうことすると勝てるよっていう NG 行動をですね5000選んでいただきましたので、はい、見ていきましょうか。ということで今回も高評価1000を目指していますので、高評価コメント無列にお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではゲームパートへどうぞ。はい、ということでゲームやってきたんですが、じゃあちょっと1個目から聞いていきましょうか、はい、NG 行動1つ目。特に準備フェーズなんですけど、ドローンの使い方っすね、はい、ドローンの使い方、マジこのゲーム、はい、ドローンもうほぼ命みたいなもんなんでそうだよね、情報ツールだよね、一番のね。ガチで、はい、もうこの使い方に6割ぐらいかかってます。6割かかってる。あ、じゃあもう攻撃の使い方、チビス選手ですらエイムとか立ち回り以前にやっぱドローンだと。ガチでドローンないと話にならないです。もうランクモサのトッププロが言ってるの説得力ありますね、はい、主にどういう使い方でしょう。やっぱり準備フェーズ中に敵のオペレーターを追うのと、やっぱり置きドローン、はいはいはい、このゲーム今ソリス弱くなったんで、うんうん、準備フェーズ中の置きドローンとかめっちゃしやすいんですよ。はい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 。それで自分の取りたいエリアをまあ最初から決めといて、うん、置いて、まあ、味方に見てもらったり、 FPS やっぱエリア取りゲーなんで、はい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 、まあ、管理側から来るとしたら、そうですね、先に置けといたら、はいはい、置きドローンで敵の位置を置いてたら、うん、相手からしてたらなんかドローンも待ってきてないのに急に来たみたいになるんで、はい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 、全然違いますね、やっぱあの勝率が。もうここ置いといて早めにエリアを取りたいがために最初置いとくってことですよね。そうですね、はいはい、まあそれにもなんか突き上げケアに、うん、このビザここだったらビザに置いといたり、はい、下ですね、1個下のビザに、置きドローンがマジで重要ですね、このゲーム。最初に出たそのオペレーターを確定させるっていうのはどういうことでしょうか。このゲームやっぱ壁割るっていうのが醍醐味じゃないですか。補強された壁を割ったり、はい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 、特に地下とかだと正面の壁とか割れないとしんどいんで、うん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 、そのためにあの相手がカイドとかいるんだったらサッチャー使わないといけないし、はいはい、逆にいないんだったらサッチャーの枠を他のに変えて動きの幅を増やせたりするんで、はいはいはい、まあ、それにあと今エントリー阻害オペ、フェンリルとかメルシーとかいるんだったらブラバスイッチピックしたり、もうそういうのが一番大事ですね。あ、なるほど、ちょっとカウンターピック意識して最初のこの置きドローン、もしくはその現地に突入するドローンでオペレート把握してカウンターピックを考えとこうっていう感じですね。はい、パーティーだったら、うん、この置きドローン担当と現地マース担当で分けてやればいいと思いますね、うんうん、ほうほう。じゃあソロランクだったらどうした方がいいですか。ソロランクは、うん、まあ、壁割りでサポートとかに徹するんだったら、まあ、うん、敵のオペレーター追ってもいいと思うんですけど、うん、やっぱりその置きドローンで自分のエントリールートを作っとくのが大事だと思いますね。やっぱそうですよね。基本的にキル狙いに行くような役職やるときは絶対置きドローンですね。じゃあそうですね、まあ、あのもし置きドローン壊されてあと1個しかドローンない状況で、うん、入り口でドローン壊されちゃったらもう不利な 1v1 のするしかないんで。ああ、はいはいはい。じゃあ NG 行動としてはいろいろパターンがあると思うんですけど、ソロの場合で自分でキル取りに行きたい、はい、エリア取りに行きたいって場合は、まあ、突っ込んじゃうこと、敵の陣地に突っ込んじゃうことと、割り食とか割りたいんだけどって時には自分の手元に置いちゃうことですかね、 NG 行動としては。そうですね、うん、ちゃんと情報を追うか仕込むかどっちかにしようねっていう。でしかも自分の
こうピックしてるキャラによって変えようっていうのが大事ですかね。そうですね、うん、自分でドローンを味方のために回してあげたいみたいな、はいはい、あの割り食だけどそれだったら味方の人にドローン突っ込んでもらって、はい、オペレーターある程度追ってもらった時とかでもいいと思いますよ、うん、なるほど。じゃあそこ結びつけてちゃんと考えてやろうってことですね。もうそうですね、マジ役割分担ですね、はい、うんうん、はい、ということで続きまして2個目の NG コードは、まあ、さっきの続きなんですけど、うん、まあ、オペレーターをちゃんと追ってアンチオペレーターを出さないってことですね、あの NG コードは。あー、じゃあ自分のピックに固執しちゃうってことですか、それは。そうですね、もうこれが好きだからこれだけとかはあんまり、うん、まあ、勝ちたいなったらしない方がいいですね、やっぱり。僕もチビス選手とね、何回もランクやってますけど、めちゃくちゃ変えますよね、チビス選手。もうこれだからこうみたいな。そうですね、やっぱり、うん、敵が、例えば、さっきも言った通り、フェンリルとかで管理してて、あの安心 してるじゃないですか。はいはい、フェンリルで管理してるしな、みたいな。はい、それを全部壊していったら、うわ、どうしようどうしよう。もう敵視点どっから来るか分からなくなって。うんうんうん、それだけでもやっぱり打ち合いの勝率って上がっていくんで、はい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 、やっぱアンチオペレーターを出さないことが NG コードですね、うん、いや CG らしいね、戦い方が。なんか他の FPS とここは違うよね、こう全然違いますね。そのガジェットを壊す一つで、なんかさっき言ったチビス選手ですら打ち合いの勝率が変わるって感じるってことですもんね。全然違いますね、うん、あとはやっぱり、はい、壁を割らない、バリケード割らない、はい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 、わかりやすいんで地下とか行くんですけど、はいはいはい、もし、まあ、地下がボムだとして、はいはい、もう正面が割れてなくて、まあ、ハッチとかも割れてなかったら、うん、はいはい、もう見るところってめっちゃ限られるじゃないですか。そうですね、この非常階段からこっちのね、階段ぐらいですもんね。やっぱりエントリールートを増やすことによって、はい、先ほど言った敵の取り位置が分からなくなって、うん、打ち合いの勝率も全然変わってくるので、はいはいはい、もうしっかり壁割ったり、うん、まあ、バリケ割ったりをしないと、うん、相手にこもられるだけで勝てなくなっちゃうんで、はいはいはい、ね、まあ、基礎的なことだけどめちゃくちゃ大事だよね。割れる壁は割る。いやマジでそう、別に正面行かなくてもいいんですよ、割るだけ割って、うんうん、けど割ってることによって敵の位置って限られるじゃないですか。はい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 、視線通らない位置にいるからね。はい、それでマジスクリームとかそうなんですけど、うん、割るとこ割ったら敵の位置って限られてて、はいはいはい、もうそれだけでももう決め打ち気味にピークしていけるじゃないですか。そこはまあ経験値にはなるけど、ある程度わかるもんね、ここは割ってるからここにはいないっしょみたいな、はい。そうですね、まあ、やっぱり、はい、そうですね、やっぱ CG っぽいですよね、こういうところも。そうなんですよね、バリケードとかね、割れば割っとくだけ得だもんね、正直。現地以外でも、うん、まあ、上取るにしても、うん、やっぱり先に割っとくことで急に行けたりするじゃないですか。はいはい、急に飛び越えて入ったりもできるから、ね、はい、もうこんな 割り得なんで、まあ、エントリールートを最初からいっぱい作っておいて、相手に絞らせない、プラス相手の立ち位置を限定させようってことですよね。そうっすよね、そういうことです。だから、まあ、NG 行動としてはまあ、割らないでこう相手の選択肢を広いままにしないようにしようねってことですよね。そう、本当そうですね。で自分たちの攻めを広く狭くしちゃうっていう。暇ならもう割っとけばいいんですよ。暇ならね、まあ、暇じゃなくても割ってねっていうことですよね。とにかく割ろうと、まあ、はい、できる限り相手にとって可能性を増やしていかないと、まあ、本当にここだけ見てればいいって VC よく聞きますもんね、ランクとかでもね、うん、もうピアノしか来ないよみたいなこと言われたら、もう見る場所一箇所でしかも有利な位置で待てられるんで、いやこれね本当にね、まあ、今チビス選手が所属してる CG のメンバーとかとランクやってると、ここしか来ないここしか来ないってちゃんと報告してくれるんで超やりやすいんですよね。ただ攻めの時はちゃんと全部のバリケードとか割ってるんで、相手は絞れなくて困るっていう、これもう基本にして極意っすね、これ CG のね。いやもうこのゲーム基本さえ極めたらマジ勝てるんで、うん、今日ね、このその NG コードを決めるときもね、やっぱ基本だわってなったもんね。いやもう結局ここに行き着いちゃうんですよね、やっぱり。これができてないともうランク含む大会スクリーム全部通用しますからね、これで。はいはい、ということで3つ目はなるべく一人でプレイしすぎない。おー、それ深そうだな。いやこれ大事っすね、うんうん、例えば、まあ、置きドローンとかでここにいるワマイの位置が置いてますと、パピオンさんがいる、はいはいはい、とかなってもやっぱり、あ、ここにいるだからもうただただ行くとかじゃなくて、はいはいはい、味方に見てもらう、そのドローンを見てもらって動いてないし、機敏を立ててもらったりしたら、うん、打ち合いの確実性が上がるじゃないですか、その勝率。そうですね、ここ動いてないとか、ここしゃがみとかね、はい、他にも、うん、なんか、まあ、味方に音立ててもらう、うん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 、別に遠くても音立ててもらって少しでも足音消してもらっといたら、はいはいはい、その分敵は気づきにくくなるんで、って感じですね。まあ、それこそね、今チビス選手が使ってるドッケビの電話鳴らしてもらうとか、そういうプレイも大事ですよね。これだけ鳴ってもらうと、うん、だったらもうハイドとか全部排除できるんで、はいはいはい、全然違いますよね。なるほど、
まあ、とにかく、まあ、一人で何でもかんでも、まあ、さっきの仕込みどんどんすればっていうところはあると思うけど、まあ、できる限り味方を使おうっていうことですよね、はい、そうですね、うん、まあここを、まあ、例えば いて、はい、一人でちょっと不安だなと思ったら、うん、後ろにもう一人つけて、もし自分が負けてもすぐトレード取ってもらう、はいはいはい、おー、なるほどなるほど。一番良くないのって戦いに行って、うん、負けてそのまま引かれて人数不利になることなんで、とかもうノーインフォで違うオフアングルでまたレッスンもう1キルとかね。そうですね、一番それやられたら渋いんで攻撃側ってそうですね、はい、やっぱトレード取るのが大事。うん、だからこそ、まあ、ガジェット含め音含め人数含めみんなで行動しようっていう。そうです、一つのエリア取るにも3人4人食ったり全然していいと思います。そうですね、いや本当にね、プロの方々とねランクすると、まあ、僕も元プロなんですがあれなんですがめちゃくちゃやっぱ上手いよね、味方の使い方が。いやそうですね、うん、みんなやっぱ自分がやりたいように味方使うのが上手いんで、うん、いや本当に上手いと思います。もうここをちょっと臭いなって思うところを見分けて、ここ一緒に行こうっていうのをすごい言ってくれるので、それ言ってくれる選手とかプレイヤーがやっぱ上位帯とか行きますよね。そうですね、やっぱり打ち合いの強さだけじゃなくて、もうそういう細かいところで全然勝率変わってくるんですよ、うん。そうですね、FPS はエイムゲームじゃねえんだこと、はい、打ち合いらないんで強くて越したことはないんですけど、うん、別に強くなくても、はい、上手けりゃこのゲーム強いんで。そうですね、チビ選手特に上手い代表っすもんね、はい、もう正直。いやもういやもう俺強いは卒業しました上手いに行ったはい、プレジマピオンのおすすめスキンのコーナーということで、今回はナイツフルキット2024のご紹介です。さあ見ていきましょう、こちらですね、ナイツフルキット2024。今回は紫チックな、皆さんダークゼロのスキンだと思ったでしょう、違うんです、これナイツなんです。ナイツはですね、まあ、昔からちょっとねモンスターチックな絵柄を採用することが多いんですけど、今回ももうゴリゴリ入れてきましたね。しかもチームカラーっていうよりかはもう自分たちの好きな色を入れちゃおうっていう感じに見えますね。さあ詳しく見ていきましょう。ヘッドギアはねちょっと怪獣の口みたいになってますけど、まあ、ちょっと全体的に怪獣っぽい感じになってますね。そしてウェポンスキン、これがですねいいんですよ、ちょっと戦う勇者みたいなのがねいますので、このキャラクターのモチーフもこれ非常にいいスキーなんじゃないでしょうかということで、そしてカード背景、これが一番僕は好きですね。このちょっと怪獣に食われそうみたいなこのプレイヤーカードが今回かなり魅力なんじゃないでしょうかということで、ナイツフルキット2024、ご興味のある方は購入してみてはいかがでしょうか。クレイジーパピオンのおすすめスキーのコーナーでした。はい、続きまして4個目は目標を決める前に死ぬ目標を決める前に死ぬはいはいはい、これマジで一番良くなくて、一番良くない、ほう、もう一番その分かりやすい例で言うとやっぱりリスキル、うん、あーなるほど、リスキルとかも防衛ってある程度人間いなくても、うん、クラッチとかしやすいんですけど、攻撃側って結構しんどいんで、うん、やっぱり人数削れて、まあ、そうですね、待たないで攻めなきゃいけないからね。はい、もうこの死なないっていうのが一番大事で、うん、僕たちのチームこれプランを遂行する前に死なないことをペリポックスって呼んでるんですけど、ペリポックス、おー、もうおすすめとしては、まあ、はい、はい、もうおすすめとしては、うん、外で詰める前になんかちょっとピークしたくなるじゃないですか。ほうほうほう。あ、もうそんな人もうキーボードと回すから手離してください。まず一回ね、一回こう、はい、もう手離して、はい、もうピークしちゃうよって人はもう手離しましょう。うん、まず、ほんで始まったばっかりの時手離す。はい。ほんで、はい、まあまあリスキル警戒とかはしながら進んでいいんですけど、例えばここにいるピーターのやつ倒したい。はい、ほんで この大窓からエントリーしますよみたいな時に、はい、このミリでやっぱこう覗いてチラチラするんじゃなくて、はい、もうこの角とかに居座って、うん、味方と合わせて一緒に行くよ。あーなるほどね、やっぱりこの車線にまず入んない。そうっす、これがマジで大事、うん、なんか一人ポンって抜かれてそのまま引かれたら終わりなんで、うん、ほうほうほう、本当に目標を決める前に死なない、これが一番大事です。その目標っていうのはそのこのエリア取ろうっていう目標ですか。あーそうですね、はい、それとかエリア取ろうとかだったり、この置きドローンで追えてた敵、うんうん、あじゃあこいつ殺そう、あそうですね、けどもうピークしすぎない、おーガチで大事です。まあ本当にいやマジで気づいてないカメラ見てるみたいな状況だったらいいんですけど、うんうんうん、もう基本やっぱりね攻撃人数がいれば、うん、もう後々なんとかできるんでなんとかできる、はい、まあ、間違いない、人数いないより絶対いた方がいいもんね、いや間違いなく、はい、不要なピークをしないってことが大事ですね。なるほどね、じゃあちょっともうここ敵いそうだからで勘で覗くんじゃなくて、ちゃんと味方待つもしくは情報待つで、そうですね、もう有利な打ち合いするまではちゃんと待とうってことですよね。マジで待ちましょう、はい、だからもうデスマッチしに行かないってことだよね、まず。はい、いやこれだけで、うん、シーズンの楽しさ全然変わります。いやわかるよ、すごいわかる、それは
連携とって特殊部隊感増すよね、そっちの方が。マジでマジでチームゲームって感じしますね、うん、こっちの方が。うわ気持ちいいってなるもんね、完璧に相手潰すの時自分がキルしなくても、うん、やったったぜみたいな。いやすごいわかります、これね皆さんにも味わってほしい本当に。例えばあれですね、ここに敵がいた場合、ここあれですね、1ピンからむやみに行かないで、はい、他のところから車線誘導してからとかね、ここのハッチ開けてからとかね、そう、まず上こっち開けて、はい、例えばここにいるんだったらこっちからフラッシュ投げてもらって、はいはいはい、こっちから入らずに大窓から入って殺すみたいな。どれだけ味方を使えるかなんで、このゲーム。いやーそうなっただけで正面の打ち合い勝った時の喜び以上のものがあるよね、なんかね、歪ましてやったみたいな、はいちょろいみたいなはいお前何もできないでしょってなるんで、はい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 、これ大事ですね。いやこれぞレインボーシックスシージだよね、こう特殊部隊感というか、もうはい、マジでマジでこれ、うん、もう今言った4つできとけば、うん、もう基本もう問題ないですね、攻撃はい。でもこれ徹底できないもんね、結構。いやそう、これ重要なのが、はいはい、あの自分だけじゃなくてチームメンバーにも徹底させなきゃいけないんですよ確かに確かにそうですね。じゃあ皆さんで、ね、この CCTV 見て共通認識上げてほしいですね、はい、もうこうしよう。マジでそうです。いやけどこれやられたらだいぶしんどいですけどね、うん、ランク本当に。いやそうですね。でもその確かにこうソロとかでも使えるし、そのパーティーでやる場合はよりこう楽しさが増すというか、全然違いますよ、うん、全然違ったゲームに見えてくるかもしれないね、 CG がね。はいはい、ということで最後の5つ目は勝ち筋を考えないことですね。勝ち筋を考えない方法、はい、闇雲にプレイしないってことですか。さっきの延長戦なんですけど、はいはい、勝ち筋考えずにただただ突っ込むだけだったら、うん、目標決めずに死ぬことになっちゃうじゃないですか。はい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 、そうじゃなくて、まあ、1回止まって、うん、味方とどうやって勝つかを共有するんですよね。うん、例えば2回だったら、うん、もうエリアここまで取れてますよってなったら、うん、味方にこのドアロックしてもらって、はいはいはい、でここにも1人ロックとか入れとけば、うん、この大義のイグジェプラントできるじゃないですか。はいはい、そこですね、はい、じゃあ押さえとくだけでいいよってなりますし、例えばなんか相手が C4 持ちでプラントしたら飛ばされるかもとかだったら、うん、これプラントするように見せて、あの詰めてみたいなこと言うだけで、ああなるほど、はい、そういうのもあの最初に言ってたドローンの使い方、うんうんうん、で置いてるオペレーターによってこの相手のガジェットを判断して、ああなるほどね、まあ、考えるのが一番いいですね。いやそれちょっともう今見てるだけで楽しそうだもん、それ言ってくれる言ってくれるパーティー。例えば相手にミュートがいてニトロ持ちだからっていうので詰めてってことですよね。はい、はい、そうですね、うん、なるほどなるほど。こっから投げられたら嫌なんで、はいはいはい、こっちが詰めると、そのこっちで釣るから飛ばしに来る間に詰めてとか、はい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 、まあ道筋決めといて ね、みんなでやるの楽しいっすもんね。それをや難しいじゃないですか、やっぱり考えるのって。そうですね、プロリーグとか見とけばはい、そうですね、チリ選手出場中です、プロリーグ。皆さん、ぜひ競技してみてください、はい、よろしくお願いします。はい、楽しいっすよ。あでもあれですよね、こう CG してる中で一番楽しめる戦い方かなと思いますね。こうやってみんなでこう道筋を決めてここに目標に向かっていくみたいな、マジで楽しいです。うん、喋れば喋るだけ楽しいもんね、 CG はね。はい、うん、それがちょっとガチって言ってちょっとやだなって思うんじゃなくて、それを楽しんでほしいなと思いますね、 CG は。マジでそうっす。こう喋って喋ってこう道筋をみんなで決めて、僕もプロじゃなかった頃はタクティカルボード見てるだけ楽しかったですからね、みんなでこう攻めたら面白いんじゃないみたいなので、それでアマチュア大会出たのがきっかけなんで、そういうこともやっぱ連続ですからね、 CG は。まあプラントだけじゃないんでこのゲーム勝ち、うん、まあプラントできそうにないとかならもうみんなで一気に詰めちゃう、はいはいはい、エリア全部取っちゃう、うん、ポイントのほんでトレード合戦して、うん、もうエリア取り切った後にまあプラントとか。なるほどなるほど、有利なエリアでプラントできたら勝ちなんで、はい、このゲーム。そうですね、あと6月やもんね今はね。そうですね、はい、じゃあちなみにチベ選手から見て、まあ今、はい、5つさらっとやっていただきましたけれども、はい、まあ、ソロランクだとしたらもう勝ち筋とか、まあ、目標っていうのはどうやって決めたらいいですか。やっぱ味方の位置でキルを取りに行ってあげるのが一番簡単かなとは思いますね、うん、じゃソロの場合はキル取る役をちゃんとしようってことですかね、一番いいのは。そうですね、やっぱり、はいはいはい、まあ、それもタイミング、うん、アウトラインとか見て合わせれたらベストですよ、ね、うん、なるほどなるほど。じゃアウトライン見つつ、まあ、それこそ自分の中で勝ち筋を一人で構築していくイメージですよね。そうですね、はいはい、まあ、味方がプラントしたらここ詰めようかなって考えとくとかだったり、まあ、味方が広がって、まあ、プラントできにくそうだなとか思ったら裏から刺してあげて一緒に囲んだり、はい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 、まあ、まあできることはいろいろありますね。うん、なるほどなるほど。いやこれは参考になりますね、まあ、フルパでも楽しいけどソロもね CG 楽しいですから、はい、
難しいですけどね。まあそうね、難しさはやっぱあるのよ。難しさは絶対あるけど、まあ、チビ選手的にはそこはちゃんとアウトライン見て、まあ、キル取る役がいいだろうという感じですかね、うん、そうですね、一番やりやすいって、はい、それが。うん、なるほど。いやすごい参考になる回だったんじゃないでしょう今回は。いやめちゃくちゃね、さすが KD2.0 ランクシップ 87% チャンピオン隊の主CG スキン発売中です。あ、お願いします。お願いします。鬼報告待ってます。はい、チビ選手ありがとうございました。ありがとうございました。この知識を参考に皆さんの良き CG ライフの助けになればいいなと思います。またこの番組では番組のご意見ご要望を募集しております。コメントや概要欄メールアドレスにてご応募ください。この情報を教えてほしい、またこんな番組企画をやってほしいなどのコメントもお待ちしております。またこの番組ではスポンサー企業様を募集しております。スポンサーパートナーにご興味がある企業様、お気軽に概要欄メールアドレスからご連絡ください。お待ちしております。ということで番組も終わりですが、チビ選手やってみてどうでしたか。いやちょっとこれで、うん、あの強い敵が増えると思うとちょっと複雑な気持ちですねライバル増やしちゃったかもね。はい、まあ、けどやっぱみんなが強くなっていくことで、まあ、自分も強くなれるんで、うん、あプロっぽいね、はい、いいんじゃないでしょうか、うん、いやでもね本当にそうなんですよ。チビ選手が今日言ってたこと全部ランク強い人たちが本当にやってることというか、はい、それ徹底したら高ランク帯いけるわっていうのをやっぱ全部言ってくれたので、すごいね、有意義な会になったんじゃないでしょうか。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。はい、ということで次回の CGTV お楽しみにということで、バイバイ。バイバイ。Let loose, come get that. Can you play that back, back, back? Can you run that back, back, back? I'm trying to play that back, back, back. I want that. Hey, Tap, tap, let's go, let's go. Tap, tap, let's go, let's go. Tap, tap, let's go, let's go. Right here, can you feel it? Let's go. Tap, tap, let's go, let's go. Tap, tap, let's go, let's go. Tap, tap, let's go, let's go. Right here, can you feel that? Ooh, you feel that? Ooh, the real back? Ooh, I'm still that? Ooh, you catch that? Ooh, I guess that, the best back? Yeah, yeah. 30,000 up on my pilot. Might jump out if I'm wildin'. Catch my flow, I'm so stylish. Tap, tap, real smooth. Can you play that back, back, back? Can you run that back, back, back? I'm tryna play that back, back, back. I want that. Hey, Tap, tap, let's go, let's go. Tap, tap, let's go, let's go. Tap, tap, let's go, let's go. Right here, can you feel? Let's go.